ラマシュトゥと書かれた設計文字、ラマシュトゥとは、アッカドシンはパズズの配偶者とされる魔の女神。その姿は、獅子の頭とロバの長い牙、毛深いロバの体育、猛筋の爪を持つとされる。古くは、ラバルトゥとも読まれた。病気の悪霊である、ラバルトゥ、ラバス、アッハーズなどはセットで文書に記述された。魔の女神、ラマシュトに対する、お守り、母乳で育てている間や、 出産の間に母を脅して、子供を誘拐したとされる魔の女神である。悪い面ばかりではない。豚と犬を看病する神でもある。象の表現は蛇を保持して、彼女はロバの上に立つか、またはひざまずく表現が多い。また、悪霊リリスと類似するか同じ神ではないかと言われる。一種の無マである。リリスもメソポタミアにおける夜の魔の女神で、夜の魔女とも言われ。 男児を害すると信じられていた。さらに、聖書のイザヤ書の記述ではリリスは夜の魔物か動物の一種とされたからである。ラミアとも関連するという。ラマシュトゥのライバルはなんと夫であるパズズである。通常はお守りを像の上に置き、ラマシュトゥの悪意に対して出産母と幼児を保護するために召喚される。パズズは風と共に熱病をもたらすことから、 悪化土人に恐れられていたにもかかわらず悪霊の王であることから手下の悪霊を投御する五夫として用いられていた。いわゆる魔人信仰である。以上の死が残されている。医療が満足にない多産多死社会の悲哀をうたっている。ありがとうございます。